バイオブラ観光ツアーインスペイン、カン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 、さあやってまいりましょうか。ということで今回から新しいツアーがあるさ、アシュリー・グラハム・コート・シャンクス、かっこ両腕ありが追加されましたんでね、皆さんともにですね、この彼女をですね、一緒に連れ回しながら、観光ツアーやっていきたいと思いますので、ぜひね、お楽しみくださいということですね。おっと、早速ですね、中野バーガーようやく食べに来たよーという人たちがね、中に入ってきてくれたんですけどって、もう今更遅いよ、もう中野バーガーね、食べないからって言ってね、もうね、レンジもね、破壊し尽くしちゃったからね、もう、カッチカチのに、カッチカチのボッキボキになっちまったよっていうところなんですよね。はい。では、まずはここから出ようかなというふうに思うんですけれども、ね、ここにね、帰ってこようと思ってもね、彼らもね、中に入ってくることができませんので、もうね、じゃあもう直接レンチンしてやろうかということで、きたーら、レンチンどうだ、参ったか。もう一発レンチンしといてやるよ。はい。これが本当のレンチンですね。はい。で、今回ですね、ここに置くとしているアシュリー、これ持って帰らなくて大丈夫だのってことなんですけれども、アシュリーじゃないですね。ごめん、失礼しました。シャンクスですね。シャンクス持って帰らなくていいのってことなんですけども、シャンクスそんなのいらないよ。俺にはカムイがあるから、カムサリがあるからね。ってね、カムイは違った。カムイはあれだ。畑かかしの技だった。はい。二大巨頭のね、漫画でございますね。で、こちらっと見ていく。けれども、あれ？他に中野バーガー食べたいよっていう人がいないみたいですね。じゃあ私たちも次の場所に行ってしまいましょう。はい。ちょっと待って、シャンクス、シャンクス、シャンクス、他に出口がないだって、そんなことはないよ。僕が探して見せるからね。はい。出口がなかったらね、せっかく今日の観光ツアーに、ね、参加いただいてる方々もね、積んじゃいますからね。はい。で、ここオープンセサミすると銀トーク、ペン、あ、金だった。やった、金だ、金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 、ペペ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 ーン。さあ、今日もハイテンションで お届けしてまいります。で、最近ね、友人やね、家族やね、友達から言われるのはですね、お前、そのテンションめっちゃ無理してっからね、もう聞いてて心苦しいよっていう風に言われることがあるんですけど、で、私、そのテンションでこの感じでやっていきます。はい。ただね、一つ問題がですね、体力とね、肺がしんどいっていうことですね。あ、見て、皆さん、あ、お尻。そうなんですよね。どっかの誰かが紹介したやつでですね、実はこの衣装にするとね、パンティーラインが見えるという、なんともね、いかがわしくもね、そして喜ばしい、情報が手に入りましたんで、皆さんともにですね、見ていこうかと思います。そしてね、水に入れるとやっぱりね、服装がぴっちりするということもあってね、あ、見えた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 、はい、ぴっちりするということもありますんでね、はい。で、この地雷メイクなんとかならないかなということなんですけれども、まあ、そんなことはないですよね、はい。で、じゃあ、そんなことでね、パチッとパチッと、確かね、F の12を押すと、スナップ、フォトモード、フォトモード、これをどうしたらいいかな。これを映す画面を映す。そしてズーム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 。そして下の方にズーム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 。下の方に、あ、いけない。ズーム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 。で、下の方に行くと、皆さん。あー、確かにお尻が濡れているという感じがしますね。お尻が濡れているという感じがするんですけども、パンティーラインが見えているかというと、やっぱり下のスパッツがあまりにも締め付けを厳しくしているというところもあるので、パンティーラインが出ているかどうかというと、ぼかしってなんかエロくない？ほら、なんかエロくない？なんかエロくない？さあ、そんなにアホなことはやってないで、フォトモード終了とさせて、次進んでいこうというふうに思います。さあ、懐中ネットの電源も切れそうだということなんでね、先行手榴弾を持ってね、バコバコとね、開けていく方向で、どう進めていくと思います。はい、で、ターゲット保護したところなんですけど。本当に？彼女は無事なの？無事かどうかで言うと、エロい。さすがに、ありがとうございます。そうな、エロいんですよ。もう、ほら、見て、もう一回登る？もう一回登ってさ、彼女が登ってくるとか見せてみる？そうしようか。じゃあ、登ってくか。はい。了解でございます。はい、じゃあ、彼女が登ってくるところを見て、はい、おいで、登っておいで。カモン、カモン、そうそう、登ってきた。いいね。登ってきたところでもう一回降りて、で、彼女が降りてくるところをこうやって観察しておきましょう。はい。チラッ。で、こういう時こそ、フォトモード発動。で、ズームをしていきましょう。ズーム、違う、間違えた。こっちか、こっちか。これでどう？違う。これでどう？間違えた。ズーム。いやー、ちょっとパンティーラインがあるかどうかって言うとね、微妙なところですよね。確かに他のところがなんか、二つの線がもっこりしてるっていう感じは見受けられるんですが、それがラインかどうかっていうと、微妙なところでございますんで、はい、却下でございます。はい、じゃあ次行きましょうか。で、ちょっとね、タタ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 と歩いていこうと。で、先ほどレンチンしてしまったんですけれども、やっぱりね、直火がいいということなんでね、あ、直火もレンチンも一緒か？違う。あれは電熱だね。電熱だから、金属を入れようもんならパーンとなっちゃうんですね。ということで、はい、まあ夜中なんでね、本当はね、働いてたらダメなんでね、タイムカードこちらの方で押しときますね。はい、ごちそうさまでした。お疲れ様でした。はい、また明日も元気に勤務してくださいね。元気生きてる。お口がパクパクしているということで、はい。で、彼らもね、どうやらね、タイムカードを押さずにね、こちらでね、もっとバイト時給上げてくれよーって、深夜バイトなんだから22時以降確か上げてくれるって、そういう法律になってるだろう。そんなこと知ったこっちゃねーわーっていうのはブラック企業なんでね、僕はそんなことありませんから、ちゃんとお給料払いたいんです。ただね、
勤務シフト通りに働いてくれない人たちに関しては、ね、こちらの方でタイムカードをしてね、はい、あの働く必要がないのに働いているって方々に関しては、ね、もうあの制裁をどんどん超えていくというのがね、あの我々の流儀でございますから、なんだかあの発揮を物収している人がいますんでね、そんなことさせないよ、私が守るものを、もうどんどん発狂していきますね。こんなに発狂率が高かったらね、もう私めちゃくちゃ働きたいんですっていう、もう確かにね、あの大和魂のあの塊なのかもしれないですけれどもね、はい、今の世の中働き改革っていうところがうるさいでございますから、そんなことはさせませんよっていうのが、まあ、あの我々のね、あの会社のね流儀でございます、ね、はい。まあ、働き方改革なんてことをね、あの言われたりとかもしてますけど、あんなものね、国が制定するんじゃないんで、ね、あの各企業でね、あの働き方改革にね書かれているようなことをね目指せっちゅうねんっていう話なんですけどね、残念ながらね、あの国がね、あのいちいち口を出さないとね動くことができないね、あのしょぼい企業がねたくさんあられるということなんでね、もうそうやってね国が口出さざるを得ないかなというところなんでございますね、はい。そういう、まあ、悲しい現状があるんですけども、そこに抗ってね、我々もね、あのやっぱり、ね、働くことの喜びっていうのを見出しながらも、あの短く働いて、そしてワークライフバランスってことを保ちながら生きていくっていうことを目指して働き頑張っていくってことが非常に大事なということで、はい、ウェルカムということでね、ちょっと珍しい品が手に入ったっていうのは、ね、こちらなんですけどね、私ね、あの何発でも打つことができるね、あのものを持ってますんでね、残念ながら君の力を借りなくても大丈夫だよということでございます。はい、ということで、もういらないアイテムをどんどん売りさばいてね、あの私ペース少しでもあの浮かしていくことによってね、うん、その価値を決めるのは俺たちだけどね、俺たちだけどなって、俺たちの太刀誰、俺たちの太刀どこにいるの、元気出まして死ぬなよということで、はい、なんかね、こちらでですね、さらに新たなミッションがね、はい、特殊変異を起こした狂犬を始末してくれて、強固体の機器がスピンで8個ももらえるんだったら、さあ頑張って入っていこうかって。いいよ、休憩しようか。こんなところでいいんだったら休憩どんどんしちゃうよ。はい、おいで。ほら、おいでって言ってね、あのね、休憩を一緒にしようよって言ってるのにね、こうやって避けられてしまうんですね。で、この服装だとね、あのね、前の、あの、ペンダントっていうのかネックレスっていうのかわかんないけど、ガールセってね、あの、プルプルね、あの、アシュリーすることがね、アシュリーがちょっとあまり見受けられないということなんでございますけど、残念ながらね。はい。で、ここらね、あの、アイテム追加されていますんで、ここパコンパコンと取っておきましょうと。で、我々がね、今から行きたいところっていうのはね、あの、タルオルでね、ドドドドドドドってやるってことも大事なんでございますが、大事なんですけれども、はい。それ以上に大事なことがあってですね、今からですね、あの、取り逃してしまったですね、ものを、あの、我々取りに帰るという仕事をしていきたいと思います。で、彼は不法侵入なので、はい、セコムによって撃退されますと。セコム入ってる？うえぇ、かわいそうですね。はい。まあでもね、やっぱりね、セコムやな、それくらいね、あの、セコムはそれくらいやっぱりあの強固なものでないとね、警備会社の KBB っていうのはね、やっぱ備えるっていう意味でございますからね、荒ぶってらっしゃいますね。なんかどっかでウェー言ってた気がするんだけど、あ、いたね、おばちゃん。前世はきっとおじさんだった。あ、もう燃え散らかしております。はい。で、発狂するのか。発狂しましたね。あー、そんな、あの、あなたのパンチラー誰も喜ばないですよ。需要ゼロなんでね、はい、ごちそうさまでございました。ということで、今からですね、あの、取り損ねた村長を、食べに行きたいと思います。村長は食べないか。村長は食べないんだけど、オープンセサミーで、皆さんね、あの、やっぱりね、夜になると、あの、なかなか敵がね、出現どっからしてくるのかわからなくて暗くて怖いよーっていうことがね、やっぱりあるかと思うんですね。そんな、あの、暗さにもね、負けず、明るさにも負けず、お家に帰りたいね、僕も帰りたいよ、そうなんだよね、もう、あのね、皆さんにはね、あの、さっさとお家に帰りなさいなんてことを言ったりとかも、偉そうに言ってるんですけど、僕が一番残業してますからね、僕が一番残業しててね、もう辛いよ、大変だよ、ということなんですけどね。はい。で、ここでですね、あの、プラプラしているということで、オープンセサミンガチャッと開けると、誰かいるかいということで、誰もいないよ、ということなんでね、ここをね、ガチャ開けていこうと思います。はい。で、やっぱりね、夜になると敵もね、見えにくくてね、あの、暗い中ってね、やっぱホラー要素高まって怖いよ、ということがあるんでね、なかなか皆さんこっちまで来る余裕がないかと思うんですけどね、ここに向かう途中に関してはですね、あの、ここの村長に入るところまでに関しては、あの、ありがたいことにですね、あの、敵っていうのは一切出てきませんので、そこはご安心して、中ね、あの、侵入の中でボコボコしてたと、いいそうです。あの、帰りにですね、先ほどね、スピンで8個上げるための強固体だよっていうやつがいたかと思うんですけど、その強固体がね、暴れ散らかすところがあるんでね、何ガン飛ばしてんだよ、負けねえかんな、負けた。はい、ということでね、こっち拾っていきましょう。で、結構ね、ここら辺に、ね、宝だったり、アイテムだったりっていうのがね、いろいろありますんでね、村の記録第2巻、こちらの読んでいるものがありますんで、はい、そちらまたお楽しみいただくと思います。で、写真ですね、ああ、なんか、多分ですね、あの、3代前のダンブルドアでございますね。はい。1代目、2代目、3代目ですね。はい、3代目のダンブルドアでございます。はい。で、こちら、パコパコっと開けてくれてね、これが鉄工場でございますね。はい、鉄工場、待望の鉄工場、1992年、私の生まれた年でございます。はい、私、ブリューコースが、生まれた年でございます。あ、蓄音機、これはいいですね、蓄音機。カゴン、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 カゴン。ペペ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 ペーンって、これをね、あれやってくれて、ゼブラの第1巻とね、なぜか第2巻から出てしまったというね、そういうオチでございます。古い車駅で、これがね、どっかで見たことの写真ですね。はい、ナバーロケ1981年ということですね。はい。
で、ここは特に開けるものもなく、ここで手に入れるべきアイテムを手に入れましたので、こちらで終了させていただきたいと思います。そして、相変わらずのカプサイシンと、それからドミトレスク夫人もたくさんあるということですね。そして、さっきからシャンクスがハー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 というか、とてつもなくエロいですね。シャンクスしゃがむ？シャンクスしゃがむ？あ、もしかしてしゃがんだら、ちょっとそのお尻の張りで、パンティーラインが、そんなことは難しいか？あ、なんかこういうので乳くり合うのもなんだかなんか楽しいですね。はい。で、ちなみにですね、こちらですね、現代のなんかいろいろあったりでね、古いものもあったりとかするんですけれども、まあ、ここら辺の船長はこいつだ。でも大頭だから船長ではないのか。うん。まあ、同じ意味であるかと思うんですけれども。で、ここら辺に写真がいろいろとね、あるんですけれども、やっぱりね、村長も一人の男だったということでね、ここはシコシコ部屋でございますね。はい。白黒写真でも俺ね、妄想力がすごいからね、頑張って、追っ立ててるんだよーということなんですね。さあ、で、ここチラッと見てる。あー、やっぱお尻が可愛い。チラッチラッチラッチラー。で、ここ帰っていこうとするとですね、先ほど申し上げたような、ワンワンオーがいるんで、もう彼を追いかけてね、村の中央でね、バコバコ戦うのが非常にめんどくさいので、もうこちらでね、なんかこっち見てる奴がいるよーということなんですけど、はい、ドーンということで、はい、依頼達成でございます。旗揚げたんですね。で、私、一個試したいことがあるかなと思ったんだけど、戻ることができない。無理でしたね、はい。ちょっとこちらの渓谷の方に行ってね、こっちの武器商人と遊ぼうかなと思ったんですけどね、残念ながら倒木によってこっち向かうことができませんので、諦めて村の中央に戻ることにしましょうということでございます。はい。ということで、オープンセサーミーでございますね。ということは、私のやることはもうただ一つになってしまいましたので、このパートはですね、なんとワンチャプターを1パートで進出していこうという、そういう諸行、荒技に出ようかなというふうに思います。雨が降らないこの洞窟、なかなかいいでございますね。あ、このお尻、お尻あれ？いる？お尻そう。あ、いいでございます。あ、やっぱり、見えてる。ピッ、ストップ。ドアップだね。これ、ちょっと待って、非表示。やっぱ、あるようでないようでないようである？やばいね、これ。エロ。エロかったわ、やっぱり。っていうような話をするですね。はい、やっていきましょう。ということで、私、雨に濡れたくないんですけれども、雨に濡れながら行かざるを得ないというところなんでございますね。で、実はですね、会員制中野バーガーのね、別の抜き道のところをね、こうやって下に降っていくとですね、確か、中野バーガーを食べ損なった方々が、たくさんまだ中にいらっしゃるかと思いますので、こっちのレンチンの方が早いよーということを教えて差し上げようかなというふうに思います。あ、いなくなりましたね。はい、いなくなりましたんで、こちら向かっていきましょう。はい。彼一人だけ残ってたみたいですね。うん、ご愁傷さんでございます。じゃあ、登ってまいりましょうか。で、ここでやり残していることがまだ一つありますんで、そいつをね、無事クリアすることができましたら、次のところに進んでまいりたいというふうに思います。そうなんですね。ここにね、まだね、宝物が眠っているんですね。この中に入っていくことによって、残っている宝物を、しっかりとゲットすることができると。ということで、残っているワンピースをね、シャンクスに取ってきてもらいましょう。安いもんだ。え？なぜ？どういうこと？あ、牛に襲われている。何してんすか、牛。ウッシーにやられてんじゃないですか。はい。どうやら、シャンクスは緑牛にやられてしまったようですね。緑牛のなんとかわからない、よくわからない身によってやられてしまいましたんで、私が、彼がですね、彼女どっちなんだろうね。彼女もういいや、もうめんどくさいから歌ってことにしておこうか。新時代はよ、未来だ、うわーということなんで、復讐を遂げましょう。そうだ、やられたらやり返す。10倍返しだ、ありがとうございます。もうすでにね、ここね、もういろいろとね、開けてたんですね。はい。で、これで、丸い首のある腕輪を手に入れることができたんで、ここの、トレジャーは全て手に入れることができましたと。これでも取り逃しのあるトレジャーはないでございますね。はい。じゃあ、取り逃しトレジャーはないということですんで、さあ、足についておいで。で、この中にですね、敵じゃないね、残っている住人ちゃんがいらっしゃるんで、まあ、先に騒がしくね、こっちからパーティーナイトだーってやってあげたらね、彼もね、あ、そうかーつって、吹っ飛んでってくれてると思いますんでね、はい、そこら辺は、自由にポーンってやっていきましょう。で、いる？あー、お金だけ残して、あれですね、お賽銭だけ残していってくれましたね。ありがとうございました。はい。では、こちらですね、なんかいろいろとね、雨にあまりにももろすぎるというね、村のね、家がいっぱいあるんでございますけれども、まあ、そんなところは無視してですね、で、あ、まだいるね、まだいるね、歩いてるね。で、ああ、そこから飛び降りるなんて、ああ、大丈夫、右足ひねってない、ぐねってない、大丈夫、痛くない、痛いよね、溶けてなくなっていくということでございます。で、こちら進んでまいりましょう。進んでまいるとですね、はい、
皆さんにですね、確かね、第3パートくらいですけど、第3回あの観光ツアーの中でお伝えした農場に戻ってきました。農場に戻ってきたんですけれども、やっぱり雨そして夜になるとですね、またひときわ違った風景が見ることができるのではないかなというところでございますね。はい、ひときわ違ったところを見ることができるんじゃないかなというところでございますが、はい、彼らもですね、働きすぎなのでさっさとタイムカードをしていきましょう。もう君たち働くのは終わりでいいよということでね、はい、とととととマジかよ、まだ働きたいっていうのかよ、そんなことさせないからねって言って、で、たた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 たで、苦しんでいるところ申し訳ませんが、タイムカードをさせていただきます。タイムカードをさせていただきますと。ああ、彼もですね、彼も働きすぎの鈴木さんでございますね。はい、鈴木さんはちょっと、足腰が弱いみたいですんでね、申し訳ないですが、タイムカードを切らせていただきますと。はい、文字通り切って、切らせていただきましたということでございますね。で、その他にもですね、確か闘牛、ああ、いましたね、はい。おっこと主が歩いているので、おっこと主がしているよーということなんでね、はい、頭をどんどん、あーちょー、わー、だらららら、あー、発狂しやがった、発狂しやがったんで、ここら辺でね、で、ここに関してはもう一回ね、観光ツアーの方でね、くまなく皆さんにお伝えをしましたんで、宝物だけかっさらってさっさと次のパートに、パートじゃない、さっさと次のステージに進んでまいりたいなというふうに思いますんで、そこら辺はご了承くださいますということで、こちらでですね、もう拾い忘れるアイテムはどうやらないように見受けられますんで、シュート解けていったところで、彼から拾えるアイテムも大丈夫ですね。まあ、これとね、こっちにいるね、黒ボタちゃんがね、どう違うのというのが区別がなかなかつきにくいという方に関してはね、二足歩行か四足歩行かの違いで把握していただけたらいいかなというふうに思います。で、あまりにもですね、牛に近づきすぎると、さっきみたいにグオーと襲われてしまうので、緑牛ですね。で、彼らをね、まあ、とどめを刺しておきたいなというところではございますが、彼らに関しては、懸賞金もかかってなければ、海軍の一味でもないということでございますんで、まあ、被害を加える必要は全くないのかなというところでございますから、一旦こちらの方に右にカチュッと進んでいきましょう。はい。で、カチュッと進んでいくとですね、なぜかここに潜んでいるのが彼なんですね。はい。ここでいつの間に商売を始めたんだということでございますが、はい。そう、これが欲しかったんで、ああ、やってったか、あんたか、ってことだったんで、これをね、手に入れるだけね、やってってこん、ぺこん、ぺこんってことでございます。はい。で、他にもね、レッドベルだったり、ね、イエローダイヤモンドだったりが手に入るっていうことがあるんですけど、別に今欲しいものが特にないし、お金も有り余っているんでね、手に入れる必要は一切ありませんから、じゃあ、先に進んでいこうということでございます。で、ここからですね、盛大なね、祭りが始まるということなんでね、我々もね、ゆっくりと向かっていこうかなというふうに思います。で、こちらをね、ゆっくり構えながらね、進んでいくとね、後ろからね、ああ、俺もパーティーに混ぜてくれっていうね、便乗しようと思うね、なんだか、いる？いない？そう、なんだかね、ちょっとね、不届き者たちがね、たくさんね、現れてくるというワンシーンが見受けられますんでね、と思ったけど、あれはなんか全然ワンシーン来ないな。あれ？あれ？あ、来たね、来ましたね、はい。ほら、ダシャリローって言って、ほら、来た来た。俺たちも混ぜてくんろーってね、不届き者たちがね、たくさん来ました。はい。中にはですね、男主になりたい男、ワンナンバーワンも走ってきているということでですね。はい。彼らはですね、残念ながらね、はい、後ろでね、アシュリーがね、耳を塞いだり、ガッツポーズをしたりをしていますが、はい。アシュリーと私たちがね、食べる分しかね、今回ね、パーティーのオードブルは用意していないということなんでね、彼らにね、ご退場を願おうということでございます。あー、もうそういうことするでしょ。そこまでし食べたいかね、もう。だからタイムカードを切っとけって言ってるのに、もう。はい、ということでございました。はい、以上でございます。ではお帰りに願いましょうか。はい、じゃあパーティー会場に向かってね、2人でね、食べきれないほど40人前のオードブルを一緒に食べたいなというふうに思います。皆さんも食べたければですね、ぜひね、おかしくて、おーっと思ったら、さっきすでに先客がいましたね。彼は確か、ハンサムなプーさんでございますね。ハンサムなプーさん、でプーさんと言ってしまうと小島店員さんとね、だから被ってしまいますね。何か言い方を変えたいなというふうに思いますんで、もう私はもう彼からね、今回シャンクスが登場しているということでございます。彼のことをベン・ベックマンと呼びたいと思います。もうベンでいいでございますね。はい、もうベン登場でございます。ベンとウェスカーがこうやって向かい合って、動くな、おーやーベンじゃないか。いやー、迷子のセニューリタ、セニューリタじゃないわ、シャンクスでございます。はい、お前の大頭だぞって。あー、そうか、あなたか、って、おーベンだ、副船長だ、よろしくということでね、はい、銃を向けることしかできないということですね。はい、果たしてベン・ベックマンが一体どのくらい強いのかっていうのがよくわからないんですけれども、少々お待ちください、少々お待ちくださいね。失礼をばしました。ちょっとね、一時中断しづらいない状況になってしまいましたね。はい、ということで早速ね、シコ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 とやっていきましょうか。ほら、そこから手を稼いということでね。はい、じゃあ今から何から始まるかというとゲームタイムでございますね。で、ちょっとこのゲームタイムに関してはね、今からね、収録の都合上ですね、もう遠慮していられないということがありますんで、もうちょっとロケットランチをブンボンぶっ放していきたいなというふうに思います。はい、ということで、It's game time。 OK、 ゲーム開始だ。おっとか、ゲームタイムだって言ってほしかったでございますね。まあ、そんなね、遠慮していられない。ベンさん、
あ、ちょ、そんなことやってられないですね。ベンさんがね、はい、ベンさんがいろいろとこちらをね向いてね、いろいろシコシコとやってくれてるんですか。はい、そんなことはやってられませんので、はい、こちらね、あのウェスカーのね、あのね、無限ウロボロス編ということで、ウロボロスをね、どんどんやっていこうかと思います。侵入禁止でございます。オードブルは人数分が限られているんです。40人前しかないんでね、40人前を3人で分けようとしてるんだから、そんなね、あの張り切って中に入ってこられても困ります。はい、遠慮なくどしていきましょう。はい、遠慮してください。こっからは男たちのパーティーなんだ。男だらけのパーティータイムにしたいんですよ。はい、水着だらけの巨乳水泳大会とは違うんです。そんな生ぬるいもんじゃないんです。奥にいる人たちは倒すことができないという、そういう鬼畜諸行でございますね。はい、ということでドドドドドドド打っていきましょう。あー、なんだか首がもげてらっしゃる。そんなことは許しません。あー、彼もあれですね、ヒグマヤグマどっちだったっけ。うん、ヤクマはきっとアヒルロソラだ。うん、ヤクマとタメ張りたかったら、この先の人生全部かけるくらいで頑張らなきゃいけねえぜっていうことをね言われて、木の板を拾ったんですが、特段必要のないものでございますね。はい、あったところで、あのラクーンシティ警察署まで戻らなきゃいけないですからね。ありがとうございます。弾を受け取りましょうか。弾を受け取ろう。はい、ほら、これを使えようということで、いろいろといただけたハンドガンの弾をいただきました。ありがとうございます。はい、ということで、こちらですね、観光ツアーなんでございますが、あとボート化してしまったですね、あの視聴者の皆さんとはまた別のですね、ボート化してしまったですね、あの観光ツアーにご参加の皆様がたくさんいらっしゃるということなので、彼らにですね、ちょっと鎮静剤をね、どんどん打っていきたいというふうに思います。ほら発狂しちゃダメよ。鎮静剤をちょっと打ってですね、はい、ちょっとおとなしくしといていただきたいというふうに思いますので、ちょっと仕方がありませんが、どんどんやっていきましょう。で、またなんかどこかで発狂バー発狂時、たた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 た、おーっと、ここでなんと第二入場の人たちが偉そうに入ってきた。やばい、何が起こったかというと、今つけていたイヤホンを間違えて外してしまったので、とりあえず2階に上がろう。2階に上がりたいんだが、発狂ジーと発狂バーが大暴れにも多すぎるがゆえに、はい、倒れて、ああ、ジジイが中で花火を放とうとしている。そんなこと許すまちない。おーにゃろー、花火はダメだぜ。あ、花バーはすげえの方が早い。たた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 
ね、俺は上で酒盛りをしたいんだって言って先に逃げていっちゃいましたね。はははは、そんなことも許されるのか、そんなことも許されるのか、お前大頭を置いて先に逃げるなんて、そんなこと許されると思っているのかね。タタ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 、待ってたぜヒーロー。ヒーローは遅れて登場するもの、アメコミでもそういう人生なのだもの。ってことで落ちます、降りろ。おお、いつの間にか、いつの間にか主役登場、主役登場。マイケル・ジャクソン退場しましたね。ほう、あー、こんなに発狂してる、ありがとうございます。ということで、今回はですね、パーティーは以上とさせていただきたいというふうに思います。残念ながらオードブルは全てなくなりましたので、皆さんに食べていただこうかなって、先ほどね、あのオオサンショウウオの刺身を食べていただくことも、中野バーガーを食べていただくこともできなかったので、オードブルでも全て用意したものでも冷めててもいいから食べていただきたかったんですが、パーティーはこちらで中止とさせていただきます。はい、人数制限がございますんでね、こちら先着3名までということだったんで、はい、以上とさせていただきたいというふうに思います。残念ながらね。はい。ということで、皆さんね、あまりにも食べ過ぎて、ちょっと食中毒にならないか、そしてお腹が満腹によってね、はぁ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 ならないかということで、そこら辺がちょっと心配ではございますが、はい、大丈夫でございますね。うん。ゲホゲホ。おーっと、食べ過ぎたが上に、おーっとしてしまった、ちょっと食べ過ぎたが上の反動が出てですね、影響がもろに出てしまっているという状況でございます。だが、しかし、そんなことも関係なく、彼はどん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 進んでいくと、食べ過ぎか？何をしてる？いいか？脂質と糖質をいっぺんに食べてしまったらお腹の中で溜まってしまう。だから消化のいいものを食べておく必要があるんだ。見たろ、やつら食べ過ぎたからああやって胃の中から反芻されたものが首までブチュッと出てきて頭をうにょうにょする寄生虫になっちまってるんだ、うげーっていうような状態になっちまってるんで、あ、ですからね、皆さんね、お腹の中にね、あまりに物を食べたくないという、食べたくないという方はですね、脂質を適度に取るっていうことを、あ、脂質、失礼しました、炭水化物、脂質をできるだけ控えてですね、タンパク質中心とした食べ物を食べたりとかですね、あるいはカロリーの低いものを食べる、例えば、ね、こんにゃくとかね、そういったものを食べるという、それから野菜とかですね、そういったものを食べるっていうことを優先して、そうしないと俺みたいに胸パックになっちまうぜ。まあ、私は目指す C カップというところなんですけど、ね、現在はおそらく A カップから B カップ超、B カップ、いう、ギリギリあるかないかっていうところですね。はい。
で、信じるか信じないかっていうと、やっぱりお腹の具合を考えて、うん、この先にそんな美味しいビュッフェがあるのか、よし、食べに行こう。よし、決まったということですね。はい。で、ビュッフェを食べる前の極意としてですね、お腹の中を空っぽにしておくっていうことは、一切やめてください。なぜかというとですね、胃は結構びっくりしちゃいます。びっくりするというのはですね、胃が全く空っぽの状態で食べることが準備ができていないのに、それでもね、お腹をね、ブワーって食べようと思ったらですね、こんなにいきなりお腹入ってくるの、もう無理、限界、ピー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 って黄色信号をすぐ出してしまいますんで、少しですね、まあ、軽くですね、茶碗半杯分くらいのね、お腹を膨らませた状態から、ビュッフェに行かれるということをお勧めしたいと思います。オードブルを食べきれなかったらそういう事情でございます。ということでね、今回もね、パート以上とさせていただきたいというふうに思います。最後まで観光ツアーご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンとともに、お待ちいただけたらと思います。ではまた次回パートでお会いしましょう。バイバイ。